こんにちは、レカレカです。本日はね、リメイクしてほしい、再販してほしいキャラクターをまとめてみました。全部で9キャラクターで、まあ、どういった仕様にしてほしいかって言えば、エンドゲームバージョンでの再販を希望してますっていうことなので、エンドゲームバージョンとして再販してほしいキャラクターを1体ずつご紹介させていただきます。まずはハルクからですね、他のおもちゃメーカーだともうハルクエンドゲームバージョン製品化されてるっていうことなんですけど、レゴではまだ製品化されておりません。一番新しいハルクが一応このような感じですね。漁師スーツを着たハルク、商品化はされましたけど、まあ、映画とかかなりデザインかけ離れてるっていうことなので、はい、ハルク製品化お願いします。続いてはホークアイになります。ホークアイに関しても長く製品化されてないんですよね。そしてドラマがね、11月24日から始まるっていうことなんで、もしかしたらホークアイもね、レゴで製品化される可能性は大っていう感じですね。ロキ・ワンダービジョンがね、製品化されてるっていうことなので、ホークアイさすがにハブられることはないとは思うんですけど、やっぱりね、エンドゲームバージョンのホークアイがね、やっぱり欲しいですね。ローリンとホークアイ、この両方ね、製品化お願いします。続いてドラックス。こちらね、超人気キャラっていう感じではないとは思うんですけど、メルカリの取引相場価格見てても、やっぱりね、6000円とか7000円する超激レアミニフィグなんですよね。中古品の関節ゆるのミニフィグでね、今それだけお値段がついてるっていうキャラクターになります。このドラックスも長くね、製品化されてないっていうことなので、もう近々ね、再販してほしいかなっていうような感じですね。ガーディアン・オブ・ギャラクシーの続編の映画がね、まあ、公開される頃までには発売されるとは思うんですけど、まあ、そこまで待ってられないっていうことなので、できれば来年ぐらい製品化お願いします。続いてバルキリーですね。まあ、バルキリーに関しては過去で2回ほど製品化されております。こちらラグナログバージョンとフォワットイフバージョンですね。やっぱりエンドゲームバージョンとデザインがね、全然違うってことなので、まあ、これやっぱり気になるんですよね。もちろんペガサスを付属して、バルキリーエンドゲームバージョンで製品化してほしいかなと思いますね。続いてはお声ですね。もうこちらのキャラクター過去に一度製品化しっかりされてるんですよね。ただブラックパンサーと種類だけに関しては大幅にね、デザイン変更されて大幅にかっこよくね、製品化されてるのに対して、お声だけはぶられてるっていう感じなんですよね。スーツの色もね、こちらね、猫の方どう見てもオレンジには見えるんですけど、映画の方だとやっぱり赤っていうことなんですよね。だからね、お声もね、早急に製品化お願いしたいですね。よろしくお願いします。続いてガモーラなんですけど、ガモーラもこれ超有名ですよね。もうすでに製品化されて持ってるって方も大多数だとは思うんですけど、まあ僕 MCU のレゴほとんど全部集めてきましたけど、ほとんど全部売ってしまったっていうことなので、まあ持ってないんですよね。しかもインフィニティウォーのガモーラっていうのはジャケット羽織ってるのに対して、エンドゲームのガモーラっていうのはね、ジャケットね、脱いでるっていうことなんですよね。で、写真見たらわかると思うんですけど、ガモーラね、結構髪赤いっていうことなので、やっぱりこれエンドゲームバージョンとしてね、製品化してほしいっていうのと、あとネブラも同じですよね。ネブラもスーツね、ちょっと赤っぽいところがありますし、まあ、長く製品化されてませんよね。ということで、この姉妹、早急に製品化お願いします。続いてウォーマシン、MCU のミニフィグとしては、本当に1番目か2番目の人気のミニフィグですね。まあ、ウォーマシンというよりも、アイアンスーツを着たキャラクター自体がね、やっぱり高額で取引されてるって感じですね。他のおもちゃメーカーはどうかはわかりませんけども、レゴではね、まだエンドゲームバージョンのウォーマシン、製品化されてないっていうことなので、まあ、こちらも早急に、ね、製品化してほしいですね。そしてアントマンとワスプも持ってないって方多分一定数いると思いますし、欲しいと思ってる方いると思うんですけど、ちなみにアマゾンさんの方で6900円となっておりますね。ミニフィグの入手コストとしてはまだ許容範囲なのかなって感じですね。そして今回はね、アントマンワスプではなくて、この大きくなったビッグアントマンですね。そしてこちら再製品化してほしいかなと思いますね。エンドゲームで圧倒的な存在感と強さがありましたよね。こちらもね、リメイクしてほしいかなって思います。今回は再販してほしい、リメイクしてほしいキャラクターをまとめさせていただきました。あなたがリメイクしてほしいキャラクターもコメント欄に絶対書いてくださいね。ご視聴いただきありがとうございます。